はい、できました、あっちゃん特製スペシャル焼きそば食べましょう。チャオ、あっちゃんです。焼きそば炒め食べましょう。どう味？いけてる？いけてるらしいわ。よいしょ。ではいただきます。アメ横か。うん、うまっ。間違いないね。何よかった？え？何でなかった？何でなかったかい？あれ？前どこ行った？置いてあったね、こっちに。前どこ行ったんやろ。こっち辛口置いてあってんけどな。よっ、準備ないで。まあいいや。焼きそばも何をかけたら美味しいんだけどな。まあいいや。もうついてんじゃん。もう先月ぐらいついてんだよ、うち。うん、早こうた。アメ横や。アメ横やね、行ってみたいわ、ここ。人少ないな。うん、ここの子多い。うん、うまいね、いないだけじゃん。アメ横って関西、関東、東京、上野。アメ横ってもっとみんなが大声で喋って活気あるイメージじゃないけど、寂しいな。焼きそば美味しいわ。こんな時代やからさ、喋、らへんってできるさ、ことやるんかなと思ったらさ、誰も手話覚えようとしてへんよ。もこの方人多いよ。人多いな。やっぱあれだ、テレビの事情的に人少ないとこ撮ってんじゃん。かまかよ。確かにこの時代から手話覚えたいよな。じゃ進めてみましょう。キロみたいな。手話解析。ほんまや。感染リスクが拡大した。これで増えたって言うんやったらびっくりやで。飛沫で感染すんねんからな。いや、あのな、うちに前おったな、あの手話乗っちゃおってんけどな、めっちゃツバツバすね。手話すんねんけどな、一応苦情動かせやろ、バンバンツバ飛んでくんね。面白いチェンタは。キャベツの芯が焼きそば入ったら大好きやん。エリザベスみたいな人もいる。エリザベスあれやん、全くもって完全シーズンですよ。だってあれやで、口開かへんかみんな、あれか顔出へんねんで。
久々にね、こういう正統派なソーセージ、正統派じゃないな、昨日のだしだ。でもなんか正統派な焼きそばやる、味はね。あれね、鶏の旨味と味噌だれなんやけど、野菜もたっぷり入ってるでしょ。ちゃんと炒めてあるから残らへんでしょ、シャキシャキと。このまま食べてくれるかなと。うん、太い？これドンキの焼きそばや。細いかな。でも同じちゃうかな。これ太い？もっと細いなったかな。うどんは細うどんって言ったんですけど、焼きそばって大体一つの店一種類しかないやん。分からへんってあれやん、あったかいから寒なって風邪ひいてやん、みんな風邪ひいた時期やん、11月から夏風邪かい、夏はあんまり風邪ひかへんもんな、行くやん、いや少ないやん、エアコンがあるから西ってアイスク、うん、これは夏風邪以外行かへんね、夏風邪はもっと僕は夏風邪以外行かへん、夏風邪はみんなな、自粛して家から出えへんから風邪ひかへん言うやん、感染者減ったって言うやん、さあ食事の回数がリスクやねんったらな、家でご飯食べといて買って映るから、結局一緒やん、外で食べても家だっても、まあね、あんまり動画で言うとね、いろいろあるんで、あっちゃん寒い冬外で風邪ひく、自粛して家でおったら、あったかいとこでおったら風邪ひかへん、今換気換気言うて、ご飯食べに行ってもお店寒いとか、それは風邪ひくよねって思うんだけどね、はい、風邪ひかないためにはあったかい部屋で自粛してるのは風邪ひかへん、当たり前のことやと思います、はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯焼きそば、この辺で終わりにしたいと思います。美味しかったです、ごちそうさまでした、まだ残って食べや、ではごちそうさまでした、ではまたね、バイバイ。